戦国武将紀行小笠原氏墓所、こちらは千四寺さんになります。いくつか墓碑があってですね、小さい墓碑もたくさんあるんですけども、小笠原家の、代表的な高田尋常の上司であった小笠原氏の墓所になりますね。千四寺さんにあるのは、その菩提寺というか、お墓をもともとここにあったのかちょっと分かりませんけど、移したのかもしれませんよね。分かりませんけども、中でもこの2つが目立つんですが、左がですね、小笠原清弘公、右が義織公、ご兄弟になりますね、この方はね。高田尋常のですね、2代目の当主春吉公のお子さんになりますけども、長男というか跡継ぎは宇治沖公だったんですけども、ちょっと諸家の場合はですね、別家を建てたりして、小笠原姓ではあるんですけども、多少違う方もいらっしゃるかもしれませんけどね。こちらに相当な数墓碑があります。特に義織公はですね、今川氏のお姫様を迎えてますので、その子の義信公というのもいらっしゃるんですけども、今川氏との関係、後は今川から徳川になりということで、江戸時代はですね、小笠原家といえば、九州小倉本家の方もあるんですが、ほとんどですね、審判不代大名になってるはずです。はい、ほとんど、はい、九州も行きましたけど、はい、ちょっと小笠原はね、私も関係があるんで、で、信雄公を含めてですね、信雄公はですね、小笠原長忠という名前で、天神城の戦いではよく出る方なんですが、その方を含めて4代、つまり、信濃下の小笠原定友公のお子さんの長忠、この方が、指して仕上げませんね、長田学校、この方がですね、高天神の初代といえば、初代、第一代ということになりまして、そのお子さんの春吉公、そのお子さんの宇治沖公、そして今言った信沖公、長田学校ですね。この4代をもって、高天神城と、の小笠原氏と、攻防が激しかったんで、特に高天神城の戦いでですね、かなり、いろんなことがありましたので、その後ですね、高田氏は廃城になり、もちろんなりますから、岡へ移ったり、ご子孫もいらっしゃいますし、徳川家に、仕えたという方も、いらっしゃいますので、他のところでもそうですけど、旗本になったりですね、そういう方はいらっしゃいますので、ちょっとこちらでですね、詳しいお話は避けて、ちょっと坊さんということですので、手を合わせて帰りたいと思います。はい、小笠原家、高田神城城主、お墓、こちらは千葉寺さんになります。